どうも皆さんこんにちはということでね、クッキー&ダルですということでね、今このですね、あの音はですね、今あの後付けで音だ入れてます。はい、一回ですね、あのなぜか動画のあれは入ってるんですけど、音が入っていないという、もうよくわかんないバグが発生しまして、今これはですね後付けで声入れてますということで、ね、ちょっとねぐだぐだに声がちょっとね合ってないと思うんですけどね、少し、まあね、そこら辺ご了承くださいということでね、とりあえずですね、今回ですねダイヤモンド防具チャレンジということでね、今回新しいシリーズをやっていこうかなと思います。ダイヤモンド防具チャレンジはですね、とりあえずねダイヤモンドの防具をすべて一式作るという企画です。はい、だね、それのためね今回ねヴィンテン版であえてねこれでヴィンテン版であえてやっていこうかなと思います。はい、でね、難易度はノーマル、あ、ピースにしちゃった、あ、ノーマルで、はい、やっていこうかなと思います。はい、まあ、声が後付けなんでちょっとずれてるんですけど、はい、ご了承ください。で、ワールド名は、まあダイヤモンドね防具チャレンジということで、はいはい、防具チャレンジということでね、防具をね、90分以内に一式ね揃えられるようにやっていこうかなと思います。はい、ノーマルでね、はい、やっていこうかなと思います。ということでね、後付けなんでね、ちょっとなんかここで何喋ってたか全く記憶ないんでね、はい、なんかグダグダしてるんですけど、はい、早く作れ、早く作るをして、早く作るをして、この時間が暇だ、後付けだから早く作るをしてほしいな。あれなんか止まってない？あ、やっと作るをした。ということでね、こんな感じでねシリーズが始まったわけですね。ということでね、使用版を始めましょう。使用版を開始ということでね、あえてね使用版でね、やっていこうかなと思います。ということでね、まあ使用版なんでね、クリエイティブとかワールド変えられないんで、まあ、そこがね良いと思ったんで、あえてねそこはね、使用版でやっています。ということでね、ボーナスチェストの中身をすべて取って、はい、だいぶ入ってますね、もうパンパンに入ってたんで。でついでに松明もゲットして、はい、早速村ですね。で、まず村で鍛冶屋のところに行くと、で鍛冶屋のところにはかまどがあると。でかまどでまず、その前に一回チェストの確認、リンゴが大量に入っていてだいぶ食料が獲得できますね。でここでね木材に変えて、とりあえず作業台を作ると。いうことでね、早速ね防具をねまず着て、まずねここからね鉄の装備を作るとこから始めますね。でまずいらないものをチェストに入れて、ここから旅のスタートですね。でその後一回荷物整理をして、早速ね、まず食料をゲットしていこうかなと思います。食料がないんでね、とりあえず食料をゲットしつつ、人参を取って、ちょっと重いけどラグいけど人参を取って、おお、水の中に入る。はい、これバージョンがね一番新しいんで、泳げるようになってるんで、はい、でね食料ゲットしていくと、はい、まあ、少ないですが食料ゲットしましたね。はい、でまず木の採取からということでね、木をねどんどん採取していこうかなと思います。
まあ、後付けなんでね、この間何を何の話していたかもう全然覚えてないんですけど、はい、昨日採取中ということで、今ちょうど木を切って、木が切り終わったところですね。で、まず木炭にすると、木をいうとこから始まりますね。ということで、まず動物に向かうと。で、早速ね、石炭鉱石。はい、どんどんとね、石炭をゲットしていくと。ゲットしていく。これでね、だいぶ石炭がゲットできますね。はい、どんどん奥に進んでいきましょう。まずね、鉄をゲットしたいんで、鉄を目指して、はい、どんどん下に行って、おお、めっちゃ泳ぐ、めっちゃ泳ぐ。おっと、行き止まり、まさかの行き止まりということでね、こっから一回戻るんですね。もうこの先のね、後付けの声ですと、もうこの先分かっちゃってるんで、ちょっとね、その場のね、話がね、できないですよね。あ、今多分鉄かな？鉄ゲットしましたね、これで。はい。で、また上に戻ると、まさかこんな短い道具だとはね、思わなかったんで。戻って、とりあえずですね、鉄を焼きますね。一回こっちに行きます、動物。ね、こっちね、広いんでね、もうね、すぐ、長いかなと思ったらもう終わるというね。だいぶ早い。ということでね、まずね、焼きに行こうかな、鉄を。お、リンゴゲットということでね。リンゴをゲットしつつ、進んでいきます。はい、ということでね。まずね。ポア棒をね。もうグダグダなんですけどね。はい。木材を作って、棒を作って、と、おい、出会って、はい、さらに棒を作ると。で、まず、松明を作って、あそこに置けなくなった。あ、マジか。あの、Java 版とね、あの、Win10 版でね、仕様が違うんで、ね、そういうとこはわかんないんでね、はい。それじゃあちょっと動物を探しようと思います。あ。まあね、後付けなんでね、声がちょっと本当にグダグダとしてるんですけど、ご了承ください。ということで、はい、命をいただいて、あ、動物かな、動物かな？はい、違う。あ、向こうの方に、動物が見えますね。そっちに向かいたいと思います。はい、じゃあ行きたいと思います。と思ったらまさかのもう終了ということでね、だいぶ早い終わるの。お、警告かな。あ、警告ではない。お、動物かなこれは。お、あ、全然違う。あ、向こうにありましたね。こっちにありました。じゃあ、ちょっと、こっちから入ろうと思います。おお、めっちゃ砂利が落ちてきてる。すごいことになってる。
すごい。あ、鉄があったんで、ちょっとついでにゲットして。あれ終わりかな終わりかなあ、下があったよかった。ということで、あれ終わりということで、まさかのね、だいぶでかい入り口だったんで、続くかなと思ったら、まさかの終わりということで。で、次は、あんま離れると村に遠くなっちゃって戻れないんですよね。まあ、でも正直村にあんま荷物預けてないんで大丈夫だと思うんですけど。ということを言ってましたね。はい。ここだけは記憶ありますね。はい。リンゴを食っていきながら、お、動物発見、そしてすぐ鉄を見つける。鉄をゲットしていく。で、なぜかこのタイミングで地図を広げる。鉄をまた発見していく。ツルハシで掘る。とても暗い。そしてとても暗い。してここで砂利を、あ、砂利じゃいけないね。丸石で向こう側にも当たると。さあ、お、早速鉄がたくさん。安全確認をした後に鉄をゲットしていく。さあ、鉄が順調に手に入っている。鉄の装備が完成しそうだ。あとね、鉄のね、いろいろ武器とかもね、手に入れていきたい。よし、鉄がだいぶ集まった。よし、このまま先を進もう。こっち側じゃない、こっち側じゃない、こっちだ。こっち側に行って、特にコメントしようがない。行き止まり、行き止まりからのこっち側、下は行って、あ、よし、鉄もあった。鉄もついでにゲットしよう。もうだいぶゲットできたぞ、鉄。だいぶ嬉しい。装備ももう鉄装備できそうだ。あ、そこにもある、そこにもある。よし、あ、まだ奥にもある。よし、これでだいぶゲットできた。もう28個かな ?28 個ありますね。お、やばいやばいやばい、チビゾンビ、チビゾンビ、マジかマジか、やばい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 、危ない危ない危ない、チビゾンビ、地味に攻撃力強いから危ねえ。ギリギリ勝っていく。ということで、探検しつつ、もう鉄もまたゲット。もうこんな服着たらもう村に戻れないな。どうしようかなって考えてるところですね、今。お、つながった。よし、こっち側行こう。よし、こっち側どうかな。おお、こっち側どうかな。え、何これ。え、え、何これ。何、何、丸石、なんで、なんで丸石あんの。え、え、なんで丸石。え、まさか、まさか、こんなとこに丸石ないよな。こっち来てないもんな。初めて来たもんな、こっち。え、なんで、まさか、まさかだと思うが、本当だったらすごいぞ、地味に。まさかの、まさかのあれ発見したのか。ちょっとこっち側から、上からちょっと行ってみよう。繋がらず、あれ繋がんねえな、こんな言ってんのに。あれ、なんでおかしいな。下かな。あ、丸石。雲スポナーだ。めっちゃ雲の音聞こえる。やば。雲スポナーだ。やばい、ちょっと明かりをつけて。一体ずつ倒していこう。これ危ないからな。一気に入ると危ねえから。こうやって上に上がってくる敵を一体ずつ倒していこう。よし、いい感じ、いい感じ。まさか雲スポナー見つかると思わなかったな。よしよし、一体ずつ、一体ずつ。よしよしよし、いいよいいよ。もう降りちゃおう、降りちゃおう、もう大丈夫だ。こんぐらいの敵だったら大丈夫だろ。降りてみよう。よし、おお、すごいすごいすごい、跳ねる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 、やばいやばい、すごい跳ねる。危ない危ない。よし、これで、ね、ちゃんと脇つぶしをして
ちゃんと湧き潰しをして、雲湧かないようにして、ということで、チェストを優勝ということでね。まあ、ね、一応非常用としてね、一応ね、草津にグレートして優勝ということで、おまさかの金のリングをゲットということでね。やったね、これはだいぶ嬉しいですね。お、骨もゲットして、よし、まさかね、ゲットできると思いませんでしたね、まさか。まさかスポナーを見つかると思わなかった。まさか思いがけないですね。まさかゲットできると思ってなかったんで、よかったです、ゲットできて。はい、それじゃあね、ね、進んでいきたいと思います。はい、今はねゲットできたんで、ね、よかったです。じゃあ早速ね、はい、続きに、ね、どんどんいきたいと思います。まさかね、スポナー本当ゲットできると思いませんでしたね。はい、でこっち側行って、もうちょっとだけ鉄欲しいな。こっち側行ってみよう。鉄ないかな。あった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 、鉄あった。鉄をゲットしていく。もうだいぶ鉄が手に入りましたね。で、地図をちょっと広げときましょうかね。まあね、村で開かなかったんでね、まあ、意味ないんですけど、まあ一応ね、開いておきましょう。あ、行き止まり。行き止まり多いですね、マジか。行き止まりが多い。あ、そこにもあったのか、鉄。返さないと気づかなかったな。行きずつ気づかなかった、そこ。やった、またゲットだ。よし、だいぶゲットしましたね。で、ちょっと一回焼こうと思います。あ、そっかできないわ。作業台をちょっと作って、ね、一回ね、ここでね、ちょっといろいろ作業していこうかなと思います。で、まずね、かまどをね、あ、5個もいない、5個もいらない。2個、2個。あ、とりあえず1個でいいか。1個で、とりあえず、鉄鉱石を焼いて、あ、まだ石炭が足りないから、ちょっと石炭を、ちょっともらって、石炭をちょっと足りないからゲットしていく。後付けだから特に言うことがない、喋ることがない。はい、喋ることがないですね、ここ。はい、あ、そこじゃない、そこに、そこに入れて、木が足りないかな。どうしよっかな。木がない。あー、そうだ、そうだ。苗木で植えちゃおう、もう。あ、しかも土あるじゃん。やった、最高。じゃあ土入れて、苗木で。確か光がないと育たないんだったっけな。だからちょっと、松明置いとくか、一応。これ育たなかったら嫌だからな。一応つけとこう。よし、これでいいだろ。これで明るいだろ。よし。で、骨じゃないよね、確かね。そうだよね。骨粉でちょっと育てよう。よし、これでゲットできるはず。おお、やった。やった、これで木が手に入る。やった、苗木持っててよかった。苗木のおかげで木ゲットできた。よっしゃ。よし。これでね、もしもう一回苗木落ちてきたらね、もう一回作れるから。やったね。よし、苗木落ちてこい。で、これでクラフトできる。やったね、棒が作れて。ちょっとかまどが足りないかな。かまど、あ、ドロッパーじゃない、ドロッパーじゃない。かまどもう一個作って、かまどを一個作って、焼こう。また足りないよ。それ来たらまた足りない。またゲットしないと。もう忙しいな、ほんと。よし、こっち側にいるよ。ちょっともらって。よし。だいぶ鉄も溜まってきた。一回、
装備作ってみよう。よし、装備を作って、よし、あとブーツだけだ。あとはいろいろ武器だな、あと武器をいろいろ揃えていこうかな。苗木落ちてこないから、苗木落ちてきたらもう一回できるんだけどな。あ、落ちてきた落ちてきた、やった。あ、2個もしかも、やった。よし、これで、あ、また落ちてこないかな。たくさんゲットしたいな。お、めっちゃ落ちてんじゃん。やったやった、もう3つ持ってる。やった、よし、ちょっとこれで育ててみるか。よし、ちょっと、骨粉で、よしよしよし。あれあれ、そうだよね。あれ、これが邪魔なのかな。これが邪魔なのかな。しょうがない、あれ取るか。肉をゲットして、ちょっと金の模様をちょっと半分、鉄鉱石半分に分けて、鉄もゲットして、で、またね、これでね、ブーツが作れると。ね、ブーツをつけて、はい、デス装備がね、完成しましたね、とりあえず。はい。で、あとは、一式ですね。一式作っていきたいと思います。剣も作って、あと、なんだろうな、斧か。斧と、あと、シャベル。シャベルも作っていきたいと思います。シャベルはあと少し、よし、金がまたゲットして、よし、あ、もう大丈夫かな、これでできるかな。ちょっともう一つだけこれ取って、よし、これで OK だろ。お、また1個ゲット。よし、これでね、また骨粉でやってみよう。これでできるはずだ。またあれ、できない、最悪。やべ、骨粉なくなっちゃった。スケルトンから取るしかない。もうどうしよう、スケルトンいないかな。いないか、スケルトン。しょうがないな、しょうがないな、スケルトンいないか。諦めるか、しょうがない。しょうがないな、ちょっと。地図を一回取ろう。よし、じゃあもう OK かな。あとは何だろう。あ、シャベルか。そうだ、シャベル作ってないわ。シャベル作んないと。そう、シャベルを作って、どうしようかな。あと何か足りないかな。じゃあもう一個だけ一応つらし作っとくか。つらし作って、荷物整理ですね。荷物整理で荷物いろいろしていこう。荷物が多すぎる。荷物が多すぎる。ちょっと捨てないと。荷物整理をして、よし、これでいいかな、荷物。よし、はい、木材を取って、はい、鉄の面も取って、よし、これでいいかな。よし、出発しよう。よし、とりあえずこんな感じかな。はい、松明もセットして、よし、こんな感じかな。荒石もセットして、食料はだいぶ大丈夫ですね。
松明作っとこう。足りないわ、松明。よし、こんぐらいかな。あー、間違えた、間違えた。最悪、なんか変なの作っちゃった。なんだ今、なんかミスったな、今。なんだろう、なんだ今、なんか変なの作ったぞ、なんか。最悪、うわ、おわん作っちゃったよ、最悪。なんで間違えた。まさかの操作ミスでおわん作るっていうね。おわんいらねえ。もう、なんもいる要素ないわ、今。最悪。でもまあ、いや、タイマーつけてきた。よし。まあね、今回ですね。まあね、鉄の装備をね、とりあえず作りましたね。はい。まあね、今回ね、声をね、ちょっと、後で入れてるんですけどね。はい、すいませんね。はい。ということでね、今回この辺りで終わりにします。まあね、声がね、ちょっと後に入れてるんですけどね。まあね、ぜひね、概要欄の方からね、動画いろいろ見ていただけると嬉しいです。はい。これからね、どんどんダイヤモンドチャレンジということで、ね、ダイヤモンド、次回以降撮っていきたいと思います。ぜひこれからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録忘れずにお願いします。ありがとうございました。さよなら。